やっぱり車が絶対なくてはならないですね。なくなったらもう何したらいいんだろうっていう生きがいを失うのに近いかもしれないです。名前は及川恭平です。平成5年式の日産 1MT に乗ってます。車にきっかけを持ったのは、小さい頃ですかね、親も車好きだったのもあって自分も興味を持ったりして車のゲームやってみたり、普段入った車なんか走ってみたらすぐ見ちゃったりとかするぐらい、気づいたらすっかりハマってましたね。本当は S15 のシルビアに乗りたかったんですけど、ちょっと当時高かったので手が出なくて、その時3つ上の先輩が乗ってた 180 を安く譲ってもらったのがきっかけですかね。それから18からあれこれ今年33になるんですけど、ずっと 180リトラが好きで常に半目状態では乗ってるんですけども、あとはやっぱ流れるようなラインっていうんですかね、飽きが来ないですね。乗っててもともと青っていう色が好きで、いつか絶対青いワンエティに乗るんだっていう。この名前ちょっと長いんですけど、 33Z のモンテレーブルーカラークリアパールだかっていう紫のパールとかシルバー荒いやつとかをいたずらで混ぜた色ですね。なのでぶつけた時が大変です。出るポイントは色とパークの系っていうホイールが好きで、やっぱり重いホイールですけども、あそこはかっこよさを重視して気に入って履いてますね。最近嫁が K を買ったんですけども、それ用の KF も実は探しているところです。大好きですね。リムがやっぱりたまらないですよね。自然な叩き出し、2センチちょっとくらいのワイドでいいかなと思ってたんですけど、やっぱりどうせやるならっていうことで太いのを履けるし、一回撤回して広げてもらって、あとは鉄板を溶接してもらって作り直してもらってますね。であえてプレスラインも引き直してもらってます。一緒に色も塗ってもらった板金屋さんなんですけども、そこの社長さんは一人でやってる方で、自分の車を作ってもらったのにちょっと感動しちゃいまして、実は今自分はそこで働いているという運命っていうか、こんな感じですかね。あとは自分の中で 180 はちょっとサンルーフは外せないところで、実はこの 180 2台目なんですけども、前の箱の 180 もサンルーフ付きで、今回もサンルーフ付きを探して引っ張ってきました。やっぱり見た目ですかね。とにかくどこでも開けて走るのがかっこいいし、雨降ってても換気みたいな感じで風抜けはいいですし、バーキットでも走れるんで、サンルーフはちょっと東北に住んでいる以上外せない部品の一つでもありますね。エンジンは二十歳の頃に作ってもらったんですけども、グルーバーホールでメタルとかバルブスプリングとかはいろいろニスモの強化品とか透明の部品を使ってパワー上げても耐えれるようなエンジンを作ってもらってます。アービンは HKS の GT2540 ですね。最近同じチームの子にタービンをゲート仕様にしてもらったんで、走った時の音の感じは気合が入るというか、基本ブーストは 1.2 キロくらいで、ちょっと馬力までは測ってないのか分かんないですけども、150くらいで出ればいいのかなって感じですかね。乗りやすくて気に入ってはいますね。中学校ぐらいまでは GT 系のレースカーとかの方がすごい好きだったんですけども、某峠をドリフトしてるアニメなんですけど、タイヤが反対方向向いてるのに走ってくんだろうって、それがちょっと衝撃的で、それを見てしまってスッキリドリフトにのめり込んでしまいましたね。サーキットとかに行くとやっぱりいろんな人と触れ合えるわけで、興味持ってくれたり、自分も興味持ったりするとやっぱり話しかけに行ったりとかして、それからどんどん輪が広がっていって、困ってる人いるとどうしてもどうしたのみたいな感じで駆け寄っていったりして、困ってればお互い持ってる部品とか使って直してもらって、直した車と一緒に走ったりするのがすごいいいなって思いますね。作ったきっかけ、僕とかスープラの子もなんですけど、基本やっぱりなんか楽しみ
好きでワイワイしたりふざけたり結構してるんですけども、プレイフルっていう字にはふざけてますとか楽しんでますという意味が込められて、これはもうバッチリじゃないかっていう話になって、このチーム名になりましたね。で今は4人になってチームとしてやってますね。赤い80スーパーに乗ってる子がいるんですけど、もうかれこれ10年くらいになるんじゃないですかね。きっかけは山だったんですけども、なんかすごく騒いでる子たちいるなと思ったら、まあその彼だったんですけども、 LINE のやり取りなんか 4,5 年以上毎日やり取りはしてると思いますね。本当くだらない内容ですけども、やっぱり自分らの車これからどうしていきたいとかこうしていきたいとかっていうのもまあ結構内容にあったりして、こうやってお互いやっぱり刺激し合っているのも、まあ今こうやってやってられるんじゃないかなって思いますね。出会いはすごい良かったって思ってますね。結構辛い思いしたりした時なんかもいろいろ助けてもらいましたし、とにかく元気をもらいますね彼には。こうやって努力と続けられてるのも周りの人たちの協力もあったし、助けられてるところもすごいいっぱいあるので、感謝してもしきれないくらいたくさんお世話になってますね。車離れしてる若者多いんで、もう世の中にはこんなに決まってる車がいっぱいあって、その中でもこうやってドリフトしてる車がいるんだよっていうのを伝えて、少しでも興味持ってもらえればなって思いますね。まあそこの家は車バカなんだべなみたいな感じでは多分見られてるとは思いますけども、まあ、田舎なんでそんなに家があるっていうわけじゃないですけども、やっぱ普段はサイレンサーとか入れてなるべくうるさくしないように気は使っているつもりであります。やっぱりマナーは大事ですね。走れなくなったり乗れなくなったらもう話にならないので、楽しくやっていく上でもマナーはやっぱり大事かなとは思いますね。ただ保育園の送り迎えにはさすがに乗っていけないんで、そっちはまあ違う車で行ってますね。家族で相談してるんですけど、まず、まあ、家建てて、自分はやっぱりガレージ建てるのが有名なので、そこでやっぱり車作ったりとか、頭が高いと思ってるんで、なるべく低い車作りをして、それでもやっぱり楽しく走れる、段取りも苦労しないで乗れる車が理想的ですね。と、まあ、息子が大きくなったら一緒にサーキット連れて行ったりするのが夢ですよね。まあ、やっぱり嫁さんですかね。こうやってサーキット出してもらってるのもすごい感謝してますし、その間森とかもしてもらってるわけですし、他の奥様からたちからしたら全然理解のある奥さんだと思いますね。なので本当頭が上がりません。今日も終わったら速攻帰って守りですね。息子も待ってるんで、とりあえず無事に帰ることが一番の目標ですね。人の車を無事に家まで帰ることが一番の目標だと俺は毎回思ってます。